おはようございます。 UJ です。早朝パトロール行きたいと思います。今朝のハワイちょっと曇ってます。海の方の空はね、なんとか雲の切れ間があって青空見えてんだけど、山の方今もう霧がかってるところあるから、あそこ今雨降ってるんだなっていうのがすぐわかる。そんな感じなので、雨がいつ降ってもおかしくないかな。昼ぐらいからまた雨降るかもしれない。ここに来るとね、遠目でマイリが見えるんだけど、ちっちゃそう。どうなりますか。山はね、やっぱりここら辺の山もう山が見えない感じ、真っ白で雨が降ってます。マイリ到着です。波小さいけどみんな入ってる、7、8人入ってるんじゃないかな。僕も入ります。このね、毎朝入ってる人たちいるでしょ。僕みたいに日課みたいに人たちがいるんだけど、多分ね、数で言うと15人ぐらいいる。もういつも同じ顔、必ず海1時間入る人たちっていうのがね、日本人はね、さすがに僕一人なんだけど、今日も同じ顔です。ほとんどみんな一緒、ほとんど顔わかる。こっからでもシルエットで誰だ誰だってすぐわかっちゃう。僕も仲間に入りたいのでちょっと行ってきます。頑張ります。
今戻りました。楽しかったです。ただね、ちっちゃくてね、最後もう波乗れなくなって帰ってきちゃった。もう波がどん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 なくなってきて、多分レギュラーメンバーの中でもここまで見て来て波見てちっちゃいなと思って帰ってた人もいっぱいいるんじゃないかな。空いてました、今日は。そのぐらい波ちっちゃかった。でも乗れたし、もう軽く流しました。家帰ってご飯食べます。昨日ね、ウクレレちょっと弾いたの。楽しかったから、ちょっと暇だなっていう時間があったらウクレレの練習でもしようかなと思ってますね。今日もなんとかできたよ。日に日にちっちゃくなってるんだけどね、なんとかできるんだよね。